第11章喧嘩の勝算。荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。総理大臣政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。あ、結局若の言う通りしちゃったんだ。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。民事党とかよくわからないんだけどな。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。誰？いや、うんって言ってない、俺だよ。ご容体いかがですか、元幹事長。あ、萩久保？都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。やっと出てきた。当たり前だ。お前いつ出てくるか俺心配したぞ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです？偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる？なんか痩せこけてんな。100や200では効かんのだぞ。あんなに太ってたのに。道路や法律を作る政治家は5万といるが、年取ったんだ。セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか？あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。バカ、どうしちゃったんだよ。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。なんかやだな、前の和歌の方が好きだな俺は。青にさいか、ヒゲ生えた青にさいね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。うん、そんなこと言っちゃったんだ。まあそんなことだけどね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。また忘れちゃったよ。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。だから民事党ってなんだよってね、みんな知ってるだろうけど俺だけ知らない。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。おいおいおい、やめろやめろ、キスすんなよそこで。おお、心拍数心拍数、分かりやすい。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。ドキドキしてるの分かりやすいな。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。わかー、あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。おい、それはうんこってことか、つまり俺もうんこってなるぞ。おい、なんだと。荻窪さんは普通に社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。え、荻窪さん、おっと、長話が過ぎましたか。小木さん、元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。ウルトラマンで3分以上経った時のことよ、これ。そう思っているんですから。もうやばいよ、寸前だよもう。大丈夫？早く戻らないと。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
か。おぎちゃん、うわー、ちょっといろいろありすぎて頭パンクしそうです僕。またか、やっぱここだよな。ここが春日君たちのアジト。おお、長さん来た。なあ、遠慮することはねえ、くつろいでくれ。うん、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。本当だよ、仲良くしろよ。勝手だなんて。ちゃんと南波さんの許可をいただきましたよ。おい南波、勝手に何許可やってんだよ。半順義から止めてくれなんて頼まれたら、俺の立場的にも断れねえだろ。まあ、コミジュルが燃えちゃったわけだしね。おい、他の仲間はどうしてるの？現在、監視システムの復旧に努めていますが。おお、そうなんだ。完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。あんなにね、家が焼けた半順義はともかく、今日までここに引っ越してくることはねえだろう。あ、お前も？お前も引っ越してくるの？引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。景品飯店って示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。いや、男臭だって。そういうも揃ってうちに来るか。さっきただけ。人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。お前だけ真面目なんだよ。情報か。お前だけすんげえ真面目なんだよな。その後ブリーチジャパンの方は、あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか。警察？春日君ニュース見てないの？そういや、ここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？上げちゃったんだ。テレビも新聞も報道はこう、警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。うわ、そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。急になんで BGM 変わった？ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？小笠原？どういうことだ？ええ、あ、小笠原？俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されて、うんうん、まんまと逃げたはずよ。そうね。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。それでもっと上がっちゃったんだ。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。あ、まあ、そっか。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。めちゃめちゃ喋ってくれたからね。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。うわー、これはやられましたね。いや、5、6本やられましたね。敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか？ふざけてるよ。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか？無理でしょ。無駄だな。警察はマブチの息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。わか、完璧に。すごいな、そんなに頭良かったのか。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。ああ、そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとはコミジルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方し、かくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、
俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？誰の？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。そうだった、そうだった、忘れてた。その時には一人でも多くの味方が必要になります。うんうんうん、一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。こいつも知ってたってことだよな。ミツね、知ってたんだよな。ミツ、また連絡させてもらいます。おやっさんが裏切ってないことが分かったのか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは。おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。うん、俺を生かすために撃ったんだよ。そうなんだよ純喜くん、わかるかい。生かすために撃つとはどういうこと。君たちの知能がないのか。その話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。なんでだよ、なんでだよ。とりあえず蝶も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。え、この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。蝶仲間になったの？賛成。マジ？わーお！そんな急に？あざまーす。蝶さんマジっすか。なんか電話来たぞ。はい、もしもし。青一番元気か。おお、浜子さん。浜子さん久しぶり。あ、こっちは大丈夫だ。浜子さんの方のこと大丈夫か。もちろんだよ。それよりちょっと頼み事していいかい。なんだい。うちのゴミ出しをしてほしくてね。おーい、使い捨てティッシュ。マジかよ。別に買うんだけど、どうしてまた。店に置いてあるいらねえもんは捨てるだけさ。別に急ぎじゃないから用事を済ませてからで来てくれやいいよ。そんじゃ店で待ってるからね。はあ、じゃあゴミ出しの手伝いか。用事を済ませたら浜子さんのところに向かう。多分浜子さんのところに行ったらきっとストーリーが進むってわけよね。敵を、なんじゃあれ、なんじゃあれ、なんじゃあれ。いやいやいや、あれはやばいっしょ。やば、何人いたの。20人ぐらいいたね。あれ？ちょっと飲みすぎた。めぐみちゃん。それぞれの。あれ？めぐみちゃんまだあんの？嘘。お。めぐみちゃん頑張ってんな。けどなんか具合悪そうだな。めぐみちゃん、え、まためぐみちゃんのイベント？え、嬉しい。え、嬉しい嬉しい、それは。大丈夫か？あんまり調子よくなさそうに見えるが。久々めぐみちゃん。おじさん。うん。全然平気だよ。本当に？ならいいけどよ。本当に平気なの？あんま無茶すんじゃねえぞ。うん、マー君のためにも、うん、もっと頑張らないといけないし。そんな体調壊したら意味。え、どうしたのめぐみちゃん。おい、どうした？めぐみ、頑張りすぎだよ。めぐみ大丈夫か？いや、みんなもう家族。お父さん、え、お母さん、大丈夫だよ。待って待って、それより父母お金を集めないと。え、無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん、ほんとした方がいいよ。うわー、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。いいんです、いいんです。あなた、もしかして春日さんですか？その通りでございます。なんで俺のこと噂とか聞いてらっしゃいます？めぐみから話は聞いてます。あらら、親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。すげえ、もじゃもじゃじゃなくてチリチリ。素晴らしい、めぐみちゃん結構素晴らしい。お金も集まるようになったみたいで、うん、本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。いいですよ、お礼なんてもう気にすんなよ。初めてお礼いらないと思ったんだから。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。うん、実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで。あ、自分が何とかしないとと思ったんだと思います。なるほど。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。うん、最近めぐみが学校に来ないことが多いって。学校も休んでも。学校に行かず募金活動をしていたとは。しかも知らせてないんだ。親なのに気づいてやらなくて、わ、我ながら情けないです。いや、すごいな。あんたもめぐみちゃん、まあ思い詰めんなよ。
うん、はい、父親がありがとうございます。守ってあげないと。もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。いいんです。それでは。本当に本当にいいんです。本当に本当に大丈夫です。マジで。メグがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえもんか。よーし、なんとかしようじゃないか。なんとかするに決まってんだろう。よよ、めぐみ、もう体大丈夫なのか。あ、おじさん、うん、もう大丈夫だよ。めぐみちゃん、本当に大丈夫？今日は募金してないんだな。ね、もうお金集まったから募金はしなくていいんだって。だからマー君もうすぐジュースなんだ。え、本当に？ん？急に金が集まったって一体どうやって。おいおい、闇金とかにやったんじゃないだろうな、お父さんに。なあ、金が集まった割には元気ねえじゃねえか。なんか気になることでもあんのか。あのね、最近お父さんお仕事の時間に中央通りに行ってるみたいなの。なんでめぐみは知ってんだろう。学校の帰りにお父さんが街にいるのを見たの。お仕事に行ってるはずなのに変だなと思ってこっそりついて行ってみたんだ。でもお父さん怖い人とお話しながら暗い建物に入ってっちゃった。あー、もう思ってた通りやんけ。牛島くん出るんか。めぐみ、またそこ父ちゃん見かけても次は行くな。え当たり前だろ、当たり前だろ。めぐみちゃん、君が行ったところはどうすることができない。私が行ってやる。父ちゃんのことは心配するな。俺が様子を見てきてやるからさ。まあやっぱりな。うん、分かった。中央通りに行ってみるか。はい、では行きましょう。あ、父、父。あれはめぐみの父。一緒にいるやつは誰だ。牛島くんじゃねえか。絶対違うわ。牛島くんのメガネをしたただのコスプレ好きのおっさんだったわ。書類と印鑑をお持ちいただけました。はい、それでは上へどうぞ。ありゃいくらでも絞り取れそうだな。ああ、ガキの治療費とか言ってるやつが一番カモにしやすいからだ。ヒヒヒ。こいつら若だな。俺に見られてるっていうのも関わらず、めぐみちゃん、めぐみちゃん、なんでおじさんの後ろにいるけどやな。めぐみ、なんでここに。ごめんなさい。めぐみちゃん、でもやっぱりお父さんが心配で。うん、そうだよな、そうだよな、そうだよな、わかるよ。ああ、大丈夫だから安心しろ。うわぁ、やべ、ちょっと大ごとになってきたな。あとはハンコを押すだけです。息子さんの手術を成功させましょう。はい。待て、父！ふっふっふ、その印鑑、ちょっと待った。カスガさん？なんだあんた、今取り込み中だ。ダメだろう、娘に心配かけちゃうよ。めぐみが何か。学校帰りにあんたがこの辺のビルに入っていくところめぐみが見てたんだよ。子供ながらにここが普通じゃねえってことは感じ取ったんだろうよ。これはあんたら家族の問題だから俺が口出すことはねえが、今はよくてもこれからの家族のことを考えたら俺はここで金を借りねえ。めぐみがずっと頑張っていたことを考えていたらなおさらな。父！ん？さっきからごちゃごちゃうるせえな。客じゃねえだろ、さっさと出ていけ。てめえらが出ていけ。今日からここが俺のアジトだ。てめえら出ていけ。てめえらはよ、言われなくてもさ、出ていくさ、この男と一緒にな。ち、話にならねえな。どうやらこの方との契約はこの不憫な男を黙らせてからの方が良さそうですね。そうすればあなたの迷いも消え失せるでしょうだから。お前の化けの子は剥がしてやる。そうやってずっと敬語を使ってるから良い感じに見えるが、俺にはお見える。お前はただの、ただの、お前はこいつ、ごめん、何も言えなかった。ただの、なんて言えばよかったんだろう今の。何が正解だったんだろう。何もなんか浮かんできたのが全部つまらなそうなことしか思い浮かばなかったから何も言わなかった。俺のこの気持ち察して、みんな。あー、キングスウィング、弱っちいな。おいおいおい、弱っちいぜ。おい、ナンバさんが火を吹くぜ。どうするかね。オラテイプレイ。
ちんちんダメだろ、あんなとこで金借りちゃ。何を考えてんだ。すいません、はたくぞ。私どうかしてました、闇金で借りようなんて。いいや、家族を思ってのことだろ。まあ気にすんな。まあでもな、そうだよな、手術大変なんだもんな、多分お金が。お父さん、めぐみちゃん、めぐみ、怖い人たちになんかされてない？大丈夫？ちんちん、分かったか、うん、めぐみちゃんがこんなに心配して、こんなに頑張って心配してさ、父お前は何を考えてんだ。心配かけてごめんな、お父さん大丈夫だ。なあめぐみ、もう募金はしなくていいって言ったよな。でもやっぱり必要になりそうなんだ。また力を貸してくれるか。うん、もちろん。うわあ、この家族は素晴らしい。ありがとう、ありがとう。お父さんもこれまで以上に仕事頑張るから。待って、俺にも募金させてくださいよ父。そしてめぐみちゃん、俺にも協力させてください。水くせえ、もうここまでかかったんだ。春日さん、この度ありがとうございました。私たち家族でまた少しずつ治療費を用意していこうと思います。ちなみにあといくら必要なんだ。そう、それ気になってました。なんとか頑張ってあと100万円というなんところまで来たもんです。もう時間がなくて。おい、そういえば弟はどこの病院に入院してんの。え、隣町の中央病院ですか。そうか、じゃあ今度時間作って見舞いに行かせてもらおうぜ。春日さんならいつでも歓迎です。あなたは私の、いや私たち家族の恩人ですから、ショーにも会ってもらいたいですね。ショーでよかった。うん、きっとマークも喜ぶよ。本当に？わかった、絶対行くね。それでは、それではそろそろ行きますね。今日は本当にありがとうございました。いやもうちょっと早速行きましょうよ。こんなのチンタラしちゃいけねえよ。隣の町中央病院、100万円こう、公面できたら行くか。100万公面して中央病院行け。おお、すごいね、すごいね。募金してはいいって言ったけど100万ね。俺の貯金ちなみに今いくら。おお、7万しかないよ。100万か、願えば叶うかな。ちょっとね、願ってみよう。頼む、100万円上から降ってこーい。うらー、俺には分かる。今俺の手元にはきっと100万円があるだろう。神から届いた100万円が今僕の財布に入っている。なぜかって願ったからだよ。願えば叶う、こういうことだ。見ろみんな、100万円がやはりあるじゃないか。俺は何も知らなかったが、願えばきっと叶うとそう信じてた。そして100万円が揃った。ではめぐみちゃんを助けに行こうじゃないか。うわあ、めぐみちゃん着いた。病院か、ここが。うーむ、めぐみの弟の病室はどこにあるんだ。迷ってしまった。いやー、驚くだろうな、俺が100万円持ってきたっていう。何かお困りですか。なあ。ああ、翔っていう男の子の見舞いに来たんだが、病室がわからなくてな。それでしたらまずナースセンターで受付を済ませてください。その後でご案内いたします。すまねえ、こういうのはよくわからなくて。いえ、大丈夫ですよ。ただ翔くんはついさっき寝てしまったので、起きるまでお待ちいただくかもしれません。そうか、じゃあすまねえけどこれを翔に渡しておいてもらえねえか。うわ、かっこいい、かっこいいんだけど俺。いやもう自分で言うのはあれだけど、かっこよくない。待って、めっちゃかっこよくない。ええ、それは買い物だけど、お会いさらなくてよろしいですか。ああ、せっかく寝てるのに起こしても悪いからな。ああ、そうだな。何も言わず、100万円置いていく。それでこそ、本当の男じゃないか。どうや金だけ置いてかれても驚くよな。簡単手紙くらい置いとくか。悪い、ちょっと一筆書くから待っててくれ。うわあ、今ので書いたの。え、なんかもう、あばよしか、なんか書けなかったです。あれだったぞ、スピードだったぞ。はい、わかりました。何も言うなよ、中身見るんじゃねえよ、女の子。いや、女性か。子じゃねえか。あ、そうだ、せめて受付ダメだ。いやあの人は一体っていう感じじゃん。まあさ、実は言うとさ、100万円、まあ、頑張って集めたんよ、2、3時間かけて。かけて集めたんやけど、
まあ100万円集めたらまずは絶対武器を買わなきゃいけないじゃん。だって100万だよ、めちゃめちゃ強い武器買えるのよ。でもね、俺めぐみちゃんがどうしてもかわいそうでね、こんなに俺感情移入できるんだなと思ってね、マジで100万円集めた瞬間すぐ募金したよね。もう全然ね、なんかね、おじさーん、だめぐみちゃん、どうも、かすこさん。お、どうした？やけに今日は元気じゃねえか。そうだね。あのね、マー君の手術、うん、成功したんだ。本当に？これからお見舞いに行くの。よかったね。よかったじゃん。それでね、うん、これどうしたの？これマー君のためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。うん、おじさんにも聞いてほしくて。そうなんだ、自分で聞くのもあれだけど。なんて書いたの？一番家族で互いを思い支え合う姿に心を打たれました、うん、このお金はほんの気持ちです、うん、マサシさんのために使ってあげてください。翔くんじゃなかった。今まで頑張ってきた以上に、これからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう陰ながら応援しています。いいじゃん。ってよかったね。頑張ってきてよかったよ。よかったよ、めぐみちゃん。ああ、ほんとよく頑張ったな。頑張った甲斐があったよ。弟の手術が無事に終わったってことは、うん、もう募金活動も終わりか。そうだね。うん、え、マー君のことを助けてもらった分、うん、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。めぐみちゃん、君はめぐみらしいな。君は本当にどれだけ、その手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。みんなをめぐみにさせるんだ、ごめん。あなた、そろそろ。ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。お母さんちょっと冷たいな。またな。お母さん、お母ちゃん、お母ちゃん冷たいな。ちょっとバイバイ、めぐみちゃん。あれ、どうしたの？おじさん、本当にありがとうね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、泣きそう、泣きそう。めぐみちゃん、あいつなんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。めぐみちゃん、いいんだぜ、頑張れよめぐみ。ああ、いい、よかった。え、マジで言ってんの？ガッチ、皆さん、僕に新しい仲間ができました。めぐみ、マジか。